はい、どうも T.T です。引き続きニーヤレプリカントやっていこうと思います。なんかさ、ここにいたらちっちゃい頃と変わらずこのおっさん寄ってくるんだけど何なのこのおっさん、話してみようか。狩りへ出かけてそのまま帰らぬ若者が増えてるらしいな。なんとかならんものか。ならないんでしょうね。なんで寄ってくるの？どっから来たの？いや帰んなよ。ポストに用事があった。で俺が次はポポルさんね。そう。でポポルさんと聞きましょうか。ていうか5年間直してなくてこれ大丈夫？ちょっとずつパラパラ崩れてくるでしょこれ。さっきこれ外にいたおじいさんじゃない？てか本には影響なかったんだね。よかったね。ポポルさん。また背が伸びたんじゃない？うん。そうかな。自分ではあまり感じないけど。声も全然違うね、やっぱり。ポポルさんはちっとも変わらないんだな。お世辞も成長したじゃないの。ていうか今この今回編集さっきしてたんだけど、ヨナのことデボルさん守ってくれるっつってヨナさらわれましたけど、デボルさん何してたんだろう。本当に昔から印象がずっと変わらなくて。はいはい、もういいから。エミール君からよ。だってポポルさん5年前から服装変わんないからね。なんて言ったって5年間同じ服着てるんでしょ。 T.T さん、お久しぶりです。エミールです。シロさんと2人仲良くされてますか？最近ちょっと気になる記録を見つけました。もしかしたらカエネさんの石化を解除させるためのヒントにつながるかもしれません。よければ一緒に見てもらえればと思います。待ってます。石化解除の可能性が出てきたな。なんかずいぶん軽くなったな、あいつのキャラも。これでカイネがまた村を離れてしまうのね。村が魔物の脅威にさらされてるのにすみません。ううん、分かってる。行ってらっしゃい。気をつけて。じゃあ行こうか、エミールのところ。これマップってさ、この図書館から大きくはならないかな。じゃあ行こうか、エミールのところ。ちょっと遠いんで。さて、じゃあエミール家来ましたね。羊でようこそいらっしゃいました。主が部屋で待っております。あ、皆さん久しぶりだな、エミール。あまり背が伸びてないんじゃないか。確かに5年経ってんだよ。僕は特別なので。え、まさか年取らないの？そうか。いや、そうかって。え、そうかで悪い今の話。ところで石化解除の手がかりを見つけたということだが本当なのか？はい、ちょっとこれを見てもらえますか？通達記録の保管について。2026年8月2日先日の6号事故に伴い防止策として記録室を設置した。石化・重化を含む各種魔法の制御及び解除の方法を記録するととも同時に6号封印計画、7号計画を推進する。洋館中庭の出入り口管理には十分注意されたし。以上。ほうほうほう、なんか石像あったところだね。この屋敷にある計画室、そこに全ての魔力をコントロールする方法があると？ええ、はっきりとは分かりませんが何か関係する情報があるかと。その計画室ってのはどこに？中庭に入り口があるらしいのですが。今地図見てなかった。分かった、探してみよう。おとなしい仲間こいつ。今目
目のとこ隠してる。ちょっとカメラが動かせないんだよ。いや、こっち行ってこっちね。はいはい。え？ついてくるの？すべての魔力をコントロールしていたのなら、きっと僕の目も。カイネの石化も解除できて、エミールの目も直せたら一石二鳥であるな。こっちじゃない？違うね。シロさん、ずいぶん素直ですね。5年も時が経てば書物とて丸くなろうというものだ。この絵変わってんのかな。あ、こっちだね。ここのどこかにあるらしいんですが。だから、あ、光ってるよ。ここじゃない？調べる。これか。開いたね。ついてこい。警告、施設の封印を読めないな。俺と同じで漢字が難しいっていうことで合ってる？警告と書いてあるからには、無理に入って穏便に済むわけなかろうな。エミール、どうした？大丈夫か？何でもありません。大丈夫です。エミールの様子がおかしい。あまり離れてはならんぞ。そうだな。ちょっと待ってよ。一旦薬草買ってきた方がいいかな。このゲームちょっと薬草にビール。一旦買ってくるわ。中庭に入り口があるんだったな。エミールさん、一旦出してもらっていいかな。なんでこのゲーム薬草買いに戻らせてくれないんだろう、ここのところに来たら。てかさ、俺思うんだけどさ、このゲームもし俺がレベルも足りなかった場合って済むんじゃないのこれ。あ、セーブできないからセーブポイントからやり直せってことなのかな。あ、なんかカードキー WA どこですか。あ、すぐ使うじゃん。もちゃこれ開けといてよくない？え？これ何の部屋？秘密部屋みたいな。いや、石化助かるな。いいの持ってんな、おい。あ、なんかあれだね、アメリカの刑務所のなんか映画に出てきそうな部屋だ。調べれる。あったあった。結構あるな。あ、KA。これなんか WA とか KA とかなんか意味あんのかな。あ、ここ開けれるか。こっち側の部屋は何もなさげだね。あー、ごめん、敵のこと見てなかった。片手剣重たいな、やっぱり。なんか、あ、何これ、何何、なんか出てよ。あ、地図ゲットした。え、こんないきなりわけわからん魔物が地図持ってんの。え、進めない。何これ。あ、石化したら邪魔なのね。石化すげえ助かるな。カイネなきゃ。あと、あ、これも壊せるんだ。あー、なるほど。あれ引っかかってます。これこっから攻撃できないかな。さすがにできないな。あれ進んでと思ったけど、これボスいるんじゃねえ。またペンって。あ、でも今石化弾とか拾ったから結構か。
カードキー、SA、サービスエリア。今何個あるかな。あ、9個、だいぶ増えたじゃんね。あれ、サービスエリアどこですか。これちょっと分かりづらくない、分かりづらくない。今の双子の牙両手剣どれ。じゃあこっちで双子の牙。おお強えじゃん。なんかダウンロードコンテンツ、あーこっちの方がでもかっけえ、かっけえな。両手剣じゃなくてなんか槍行こうかな。おお、はい、出番だよ、石化の出番だよ、石化の出番だよ、頑張って。何や、やっとめっちゃ手に入る。あ、ここで薬草手に入れてお前頑張れよってことね。めっちゃ敵出るね、ここ。槍ってあれだね、なんかあのまとまって攻撃あんまできない。敵が強いってあ、なんか槍ってなんかあれだね、単体にだけ攻撃できるな。やっぱこっちにしよう。どうしようかな、戻そうか、一旦戻そうか、この白いかっこいいやつに。やっぱこいつが一番かっこいいと思うんだよな。あーで、そこら辺の方がなんか、ある程度の攻撃できるし、慣れてるし、強いし。エミール強くない、やっぱり。エミールいいわ。あ、そうだ。ワードつけよう。ワード。俺何、あー、リンネ転生。白の契約に、おすすめで、武器で、これ両手剣とかは、あー全部ここにあるんだね。あー、これは、今両手剣先にしよう。双子が強かったんだろうね。双子にやっとこうか。おすすめ。経験値アップはいるかな。ボスの時にはこいつだから、まあ、これここでこれはいらないな。経験値アップ流はアイテムドロップもいらない。あー、だけど他に装備するもんないね、特に。いいか、じゃあ。なんか落ちてるよ。なんだろう、髪何かの書類、報告、6号計画進捗報告、2025年12月25日クリスマスに書いてるな。6号計画については基礎研究が終了し、起動実験を待つ段階になった。ゲシュタルト派の躍進が予想されるため、国立兵器研究所としては6号計画の完了を最優先項目とし、他の計画については一時凍結とする。以上。ここは魔法を研究する場所だったみたいだ。エミール。大丈夫です。行きましょう。すみません。
何、おお、待て待て待て、いきなりそんなボス級。エミール、石化して。エミール坊ちゃん、あの子を石化してあげて。エミールが、うん、分かってる分かってる分かってる。さあできないのかな石化。ボスじゃんマジで、めっちゃガードするじゃん。いやエミール見てるだけじゃなくてさ、やってほら、こっちエミール任せみたいなのがあるから。エミール、エミール、エミールなんかしてんの。よし、もう俺自力で勝てるわ。エミール使えねえな。見てるだけ、ボス戦を見てるだけ、一番頑張ってほしいボス戦見てるだけ。いやマジでやばいな、タイプ行けっか。おエミール引っかかってるよ。何かの仕事。お、なんか2人、ええ、この写真。連絡、封印管理施設について2026年9月12日本日の進捗会議では以下の項目について検討する。6号封印計画の終了について、7号計画の進捗報告、研究所の地上偽装施設を洋館風にすることについて、以上。6号計画、兵器の研究所だったのか。ここで何が行われていたんだ。僕は一体。おい、エミールが限界に来ておるぞ。大丈夫ですから。また部屋あるじゃん。この辺を、あっち側からか、こっち側の部屋が。あ、こっち側も行けるんじゃない。あ、こっち側がこういうことね。汚れたバッグ、カードキー、RAこれこっち側からなんとか攻撃できねえかな。ここでいける、いいよいいよ、助かる。いいねいいねいいね、いけ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 、いいじゃんいいじゃん、いいよいい。こっち側のダメージを食らわずに相手を殺せる。殺せてる、これ死んでねえな。え、魔法じゃ死なないのこいつら。レベル上がったな。いやこれちょっと、え、あ、危ないかもな。レベルどうなんだろう、いけんのかな。コストねえかな。エミールが遅れ、エミール何してんの。ちゃんとついてこいっていうか、目見えてんのエミール。え、ちょっと怖い怖い怖い。ボス、あ、まだない。あ、何ここ。子供の遊び場みたいな。滑り台が2つあって、ブロックがあって、木が、枯れた木があるね。横に YA と、WA と書かれた溝がある。鍵がかかってるけど、横に WA と書かれた溝がある。ああ、こいつら倒したら鍵出るよってことね。はいはい。じゃあ、ちょっと倒しますね。おい、またお前か、あれ。こんなやつに結婚できたら危ないんじゃないこれ、やっぱり。こんなもんかな。大人になって
上げるタイミングそんななかったと思うんだけどな。ワード取得は数奇な運命をたどるを入手した。すべてに有効。体術魔法防御力プラス 12%。 魔法武器特殊効果 HP 吸収。 HP 吸収良さげな気がするんですけど、あれこんなとこに落ちてる。WI ね。何かの書類？え、WI の鍵は？報告、録音結果、進捗報告。あ、これエミールか。エミールと主人公ちょっと似てるからね、わかんない。2025年10月11日。剣の下りの7体の剣隊候補から6号計画最終候補剣隊ハルアに確定したことを報告する。予備である剣隊エミールを除く5体の剣隊については機密保持、保持のため廃棄処分を行う予定。以上。え、エミール予備の剣隊だったんだ。あー、え、お前どうしたどうした。エミール苦しいのか。僕が平気。僕は一体僕はお前見るもの全てを石化にできてて平気じゃないと逆に思ってたんですかって思うよね。何かを思い出そうとしておるようだな。大丈夫だ。僕は大丈夫。ああ、エミールが何者であってもエミールに何があっても俺たちがついている。そもそも我らの中にまともな者など最初からおらぬ。気にせずともよいぞエミールいや、まあな、本が空飛んで喋ってんだからな。お前が一番怪しいぞって話だから。はい、カードキーを手に入れた。よし、セーブポイント来たね。これボスだよね。ちょっと待ってよ。うん、最深部行ったらもうボスだね。ちょっとここまで来たんだけど、どうしようかな。まあ、動画的にはまだちょっと続くかもしれないけど、一旦ここでやめて、レベル上げしようかな。なんかちょっとビビってるから。思った以上に敵もごちゃごちゃしてきたし、一旦ちょっとレベル上げするから、一旦今日のところはここでやめて、でレベル上げしてこの続きを、まあ動画続けるかどうかちょっと時間見て決めるけどっていう感じで、今日のところはじゃあこんな感じにしときます。ご視聴ありがとうございました。あ、まあ続くかもしれないですけどね。うん、ありがとうございました。はい、どうも T.D です。どうですか皆さん、25レベルまで上げました。っていうかここがレベル上げに最適なのかどうかがちょっと俺にはわからないんだけど、まあなんか雑魚キャラがいっぱい出てくるからいいかな、薬草も取れるからいいかなと思ったんだけど、途中からスライムは結局何匹倒してもスライムなんじゃねえかっていう、メタルスライムみたいなレベル上げにいいやついるんじゃねえかと思いながらもやってて、まあでもまあまあまあ頑張って25レベルまで上げれましたので、もういい加減ボス倒せるでしょう。で薬草も10個持ってるし、うん、行ってみましょう。お、なんだなんだ、実験体か。こいつ敵を石にするときってちょっとこれ包帯みたいのずらしてチラって見るのかな。しました。
全部思い出しました。なんかこんなやつでもなんかパッケージにいるんだけどさ、仲間になるんじゃないの？僕たちはかつて本当の人間でした。人間のどこにでもいる子供だったんです。そして僕たちは魔法実験によって兵器になりました。最強の兵器を作るために繰り返された実験、やがて究極の魔法兵器が生み出されることになったんです。その兵器の名前は毒語ですが、毒語は制御不能な失敗作でした。暴走した毒語を封印するために作られた石化能力を持つ兵器、それが7号。僕のことです。僕は兵器だったんです。たとえ兵器でもエミールはエミールだ。ありがとう。なんか若干主人公やっぱ見慣れないな。なんかこのゲームの特徴なのか分からんけど、なんか下半身、太もものとこめっちゃ太くない？上半身めっちゃ細いのに、なんか違和感を感じるんだよな。これが究極兵器6号、僕のお姉さん。お姉さん、え、生きてる。仲間になるんじゃない？これお姉さんは最強の兵器だから。だからなんだ？その魔力を手にすれば僕にだって石化解除ができるはず。でもどうやって？お願いです、約束してください。もし僕がお姉さんに飲み込まれてしまったら、僕は僕じゃなくなって皆さんに危害を加えてしまうかもしれない。だからその時はやめろ。殺してくださいね。いやいや、そういうのはね。うわ、お姉さん。おい、助けろ。エミールを引き戻せ。分かってる。もう誰も失わない、そう決めたんだ。なるほどね、ここでお姉さんと戦うんだ。全然ダメージ食らわないんだよ。お互いに。エミールはまだ完全に取り込まれておらぬ。今ならまだ間に合うぞ。当たり前だ。魔法できるかな。奴には魔法しか効かない。あ、魔法しか効かないんだ、やっぱり。待って、これやだよ、これやだよ、本当に。このなんか希望に負けない。武器ではエミールも傷つけてしまうぞ。攻撃してるの？魔法攻撃だってダメージになるだろ。いや、エミールは剣より魔法の方がマシだ。なら魔法で奴を止めて無理やりにでもエミールを助ける。どうしようかな、ちょっと離れてるな。こっちの方がいいか。あ、これでいいか。お、危ない危ない。ちょっと待って、これバリアが必要だな。どうしようかな。攻撃をどっちにするか。こっちを、これにして、これで、あ、これ出てきたらダメなんだ。なるほど。待ってればいい。この間貯めれる。貯めれる。よし。障壁どうなんだ。これでなんかあまり減らねえな。動きが速い。減らねえな。こっちじゃねえな。やっぱさっきの、こっちを、こっちにして、これを。
吸収がない、吸収がいいな。あ、これだ。これにしよう。これ吸収して、いや、仕切れねえのか、仕切れねえのか、仕切れねえのか、これ待て待て待て、吸収、吸収、ちょっと MP がないのか。これでいいか、もう。チャンスチャンスチャンス、あれ、あの食らってないんですけど、僕が6号が、あ、食ってる、食ってる、あ、いいね、あ、いいね、これ、さっきのブーメラン、ブーメランっていうか手裏剣みたいなのだったら全然ダメだ。エミール、今助けるからな。あ、いいね、戻ってこい。いい魔法チョイスしたよ、俺。あ、いいね、いいね、いいね、食らわないじゃない、食らわないじゃない。久しぶりに楽なスキルした感じするよ。やっぱこれ魔法の選び方一つで変わってくるもんだな。よし、エミール・モロトも行ってしまうか。お、殺す気じゃん、モロトも殺す気じゃん。お腹でも空いてるからエミールお腹からポロンって出てくるパターンありえん。エミール、エミール、エミール、お姉さん、起きて、エミール。なんかエミールめちゃめちゃ着込んでんのよ。お姉さんめちゃめちゃ薄着だな。お姉さん、大丈夫か。普通に返事してきたじゃん。僕、生きてます。お姉さんの魔力を感じます。石化を制御できてるんです。いいから早く出てこい。怪我しておらぬか。待ってください、目がまだよく見えなくて。裸？どうした、エミール。裸の人のリアクションよ、それ。来ないで。じゃあ行かない、じゃあ行かないよ。なんかもうダメージ食らいそうだもん。行くしかない。お、え？これか、仲間になるやつ。これは。おかえり、エミール。よく頑張った。僕、体が、うん、こんな呪われた体で皆さんの前に。言っただろう、何があっても俺たちがついてる。俺の顔が見えるか。怖い怖い、顔が怖いな。はい、僕が
想像していた通りの顔してる。とってもかっこいいです。そうか。もう大丈夫です。かっこいいですって言われてそうかって言える、すごいな。かっこいいですね、そうか。返しがかっこいいな。こんな姿になったけど、もう人間もどきですらないけど、悪いことばかりじゃありません。この魔力さえあればカイネさんを元に戻せるんですから。お、いけるか。エミール、さあカイネさんのところに戻りましょう。僕の姿を見て別の意味で固まらないといいけれど。今それどういう顔でそのコメントしたの？若者、そんな無駄口は叩かんでよい。僕はカイネさんと接するたび、どこか懐かしかった。無意識のうちにお姉さんとダブらせていたのかもしれません。やります。魔物を抑えてたんだもんね、よく考えたら。来るぞ。分かってる。ただもう5年経って強くなってるでしょ。っていうかもう純粋にレベル上げしてるからね。だってこいつ5年間こいつに追い込められてたんだな。かわいそうだ。うわっ。エミールは？エミール戦ってくれるか？やっぱここはね、ちょっとあれ使いたいな。宝飾を、うん、吸収いらないから、これにして、これでいく。かような姿で生き続けるはいかがでしょうか、おぞましいわ。二度と会わなくて済むよ、ここで殺してやる。恐ろしいこと言うような。縁ではない、お前の腕が上がったのだ、存分に暴れよ。あ、そうだ、俺装備装備をね、白の契約にしてたんだよね。なぜかっていうと、特に意味はないんだけど、あ、違う、これね、白の契約の方にあの経験チャップをつけてたの、さっき、あのレベル上げ、全然助けてくれてなくて、ここチャンスね、はい、見てこの HP の残り方。やった捕まえた。え、手もなんか若干でかくなってる。切り潰すって結構無謀くない？ああ、もうずっとそこにいたのね。助ける気はなかったのね。生きて。おばあちゃん。カイネさん、
生きて戻ってきてください。お前たち。お前たちってエミール分かる？エミール、私を呼んでくれていたのはお前だな。僕のこと分かるんですか？エミールはエミールだ。私は間違いない。カイネさん、ありがとう。おかえり、カイネ。お前こそ誰だって。ずいぶん立派になったな。いいよね、年取ってるからね。どのくらい眠っていたんだ、私は。5年だよ。あれ？何？付き合ってるみたいな空気出てるじゃん。そうか、5年か。ヨナは？探してるが、魔王の足取り自体なかなかつかめぬ。あの、これ。それは月の涙。おばあちゃんのに負けないやつをって頑張って作ったんだけど。そうか、ありがとう。ありがとう。ちょっと待って、エミール、空飛んでない？長く石化されていたカイネの目覚め、エミールの見せた優しさ、再び出会う喜びを俺たちは噛みしめていた。デボルさんたちからその話を聞くまでは。俺が読むよりはうまいね、読み方がね。デボルさんのせいでヨナが。どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん。デボルさんのせいでヨナ連れてかれてるからね。分かってちょうだい。揉め事が起きて危害が及ぶのはあなたたち自身なのよ。やっぱエミール空飛んでんな。でも比叡の邪眼を使った時、取り込んだ時ぐらいの浮き方してんな。大丈夫ですよ、僕らなら外で寝ますから。ん？待てよ、おかしいだろ。己の身を犠牲にして村を救ったカイネとエミールがなんで村から追い出されなきゃならない。そういう話だって僕らこんなんだし、みんな怖がりますよね。それ言うんだったらシロも同じだと思うけどね。あなたにそう思ってもらえるだけでもう十分ですね、カイネさん。私は外の方が慣れてる。そんな。じゃあ外で待ってますね。すまないな。あら、嫌な奴ら。どうした？俺ちっとも気づかなかった。カイネがなぜ野宿していたかちっとも気づいてやれなかった。カイネはなんでダメなの？なんか崖の村では嫌われてたのはわかるけどさ、なんでこの村でも。今日はもう休め。カイネ別に見た目に人じゃない？ああ、腕に魔物が、黒門病があるから。その夜は眠ることができなかった。それ言ったらヨナもだしな。デボルさんは初めて憎く思った。いや、ヨナ連れてかれた時の思いよ。ポポルさんを冷たい人だと疑った。だがそんな俺の感情には意味がない。彼女たちは村を第一に考えた結果ああ言うしかなかっただけだ。村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ。
デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできない。カイネたちの立場を知ろうともしなかった。俺も同罪なんだから。